んにちは、スクールに夢中、三峰すずです。今回は自作の配信アプリ V カムストリームを紹介します。私は電子工作、ハンナ付け、工作キットの組み立てなど手元カメラのある配信を行ってきています。そんな実写映像とアバターの組み合わせをする表現にぴったりな自作の配信アプリです。仕組みとしては単純に覚えるかもしれませんが、手元だけではなくいろいろな表現に応用できそうな気がしています。ぜひ皆さんも実際に試してみて、何に使えるかトライしてみてください。 V カムストリームは私のブースショップすずの宝箱にて無料の体験版と有料版を販売しています。体験版には透かしが入りますが、すべての機能を試せますので、まずはダウンロードしてみてください。なお実利用してもいいのですが、体験版のクレジット表記が必須です。有料版では透かしがなく、クレジット表記も任意です。でも表記してくれるとアプリが実際に使われている様子が分かってとっても嬉しいです。特定用途向けのアプリですので、何にでも使える万能アプリではないのですが、使えば新たな可能性が開けると思います。使い方を解説していきますので、ぜひ使いこなしてくださいね。まずは VC フェイスとの組み合わせで使う方法を解説します。正確には VMC プロトコルでモーション送信できるアプリならば良いのですが、一旦 VC フェイスを例に説明しますね。表情はウェブカメラで、指と腕をディープモーションでトラッキングする構成です。 VC フェイスを起動してディープモーションを有効に、そしてポート番号を合わせて VMC プロトコルで送信してください。ウィカムストリームを起動し、VRM モデルをロードします。まずはアバターが動いているかを確認します。次に、実写映像を取り込むウェブカメラを選択してください。たまにうまく映像が取得できないカメラもあるので、事前に体験版で相性を確認してくださいね。ウェブカメラ映像は、アバターの前に配置された平面に投影されます。この平面を左のスライダーを使って、うまくフィットする位置に配置してください。こんな風になります。トップモスト機能を使うとカメラ映像を常に前面に表示するようになります。うまく使ってみてください。出力映像のカメラはオルトキーを押しながらマウスのドラッグ操作で視点変更できます。マウスの左ボタンで移動、中ボタンで拡大縮小、右ボタンで回転です。出力映像はウィンドウサイズに関わらず1920×1080 固定です。ソニー製モバイルモーションキャプチャーモコピと組み合わせても利用できます。スマートフォンのモコピアプリからパソコンに向けてモーション送信を開始してください。 V カムストリームは起動時点でモコピを受信するようになっているので、間もなく動き始めるはずです。動かない場合は IP アドレスとポート番号が正しいか、ファイアウォールで阻まれていないかを確認してください。 Windows 環境には標準で Windows Firewall という機能があり、設定によっては VMC プロトコルやモコピの通信をブロックしてしまうことがあります。このアプリ専用にブロックしないよう設定するファイルが添付されているので、必要に応じて管理者として実行してください。 3D 空間内にオブジェクトや画像を配置することもできます。左から Open GLTF をクリックし、 GLB ファイルを選択します。オブジェクトをクリックするとハンドルが出てきて、自由に移動、回転、拡大、縮小できます。画像も同様に Open PNG JPG をクリックして、画像ファイルを選択してハンドルで調整してください。これらの配置オブジェクトはアバターの防音に追従させることもできます。オブジェクトをクリックで選択し、リストから追従させたい防音を選択してください。例えば、手に道具を持たせておく、髪飾りを装着するなどができそうですね。V カムストリームの魅力、感じてもらえたでしょうか？私は 3D アバターをまとって活動することは、制約ではなく大いなる可能性であると信じていますので、技術をフルに活用して、少しずつでも活動領域を広げていきます。
そしてアプリを公開することで、私では思いもよらなかったような使い方にいずれ出会うことを楽しみにしています。ブースにて販布中ですので、ぜひぜひチェックしてください。また何かこのアプリへのアイディア、活用法があればコメントでも教えてくださいね。なければ作ろう、すでにあっても自分で作ろうをモットーに、これからもいろんな制作に取り組んでいきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。次の動画でお会いしましょう。またね。